皆様お疲れ様です。朝ドラ大好きチャンネルです。今日は8月22日木曜日、早速皆さんの感想を見てまいりましょう。驚きました。法律を扱う作品でヒロインが事実婚を選択する。現在の法律では自分たちの望んだ形にならない、ならば一般的な結婚でなくていい、どこまでも個人の尊重を目指すということですよね。守るべき水源は法律ではなく人権や人の尊厳。新潟で変化した智子の法律観がそのまま描かれています。この時の法律だと自分たちの求める結婚の形にならないから事実婚とする。でも法律にのっとって遺言書を作る。智子と光一さんらしく段取りと法を大事にした結婚だなぁと感じました。モデルである三淵嘉子さん夫婦とは違った形になりましたが、朝ドラは大河ドラマではないので時代に合わせたオリジナル展開も面白いですよね。智子が私が折れなければならないと思っているのは雄三さんに対する罪悪感があるから、好きな人に今度はやれることを全部やりたいと思ってるからなんですよね。そして智子のその思いに気づいている光一さん。主人公が事実婚を選んだことで、ほら同性婚も夫婦別姓も叶うんだよ、現にそういう人いっぱいいるよと言っていた方たちも喜んでいるのではと思うけど、それは全くの見当違いで、現状の婚姻制度が足りてないから事実婚が最善だと選ぶしかなかった人たちがたくさんいるということなんだと気づいてほしい。轟と時雄さんの前で通常の婚姻関係を結べる2人があえて事実婚を選ぶのは残酷な話ではないのかと感じてしまいました。普通の結婚ができるのに最上の選択として事実婚を選んだ智子たち。でも彼女たちの選択に轟は涙を流して喜んでいましたね。昨日時雄さんが言っていた轟に惚れた理由、ありのままを丸ごと受け入れてくれる、その言葉のままに2人の選択を受け入れ祝福する轟。自分の浅い考えを思いっきりぶん殴られたようでした。すごいよ轟。直明からこれまでの感謝を告げられる智子、完全に母親の顔になっていましたよね。戦争が終わって命目の男性たちが旅立ってから経済的に家族を支えてきた智子、まさに親そのものですよね。直明だけではなく甥っ子2人も育て上げた智子、そしてそれを隣で見ている光一さんは自身の子供たちとの関係を見つめ直すきっかけになるのかもしれません。みんなが大切に育ててくれたおかげという言葉の中に、親代わりの智子と花江ちゃんだけでなく直道お兄ちゃんと雄三さんも含める直明、亡くなっても共に会った人たちの思いを受け止めているんですね。まっすぐに優しく育ったな。立派になった直明だけど実は子供っぽいところもありますよね。でもそれが一番の親孝行なのかもしれませんね。サプライズ同窓会のいわゆるお車代、今回は直明が出したんでしょうね。いつか直明が恩返しのためにお金を出すエピソードが来るんじゃないかと思ってたけど、ここだったか。おじさん泣いちゃうよ。直春のサックスに泣かされたという智子のセリフ、おそらくですがサックスに合わせて由美ちゃんがモンパパを歌ったのではと想像しています。音楽好きなところと法律を学んでいるところ、智子のパーソナルって実は直人と直春にも受け継がれているんですよね。
その意味でも智子は彼らの親なんです。いつもお笑い担当みたいだった直道お兄ちゃんだったけど、涼子様たちの心にも残るような名言を放つなど、ここ一番で決めてくれる男でしたよね。その性質を直春も受け継いでいたんだなぁと思うと泣けますよね。花江ちゃんが結婚式でつけていた花嫁のベール、雄三さんとの結婚で智子が受け継ぎ、さらに恵美さんもつけたようですね。そして今日また智子のもとへ、花嫁に幸せをもたらすというイギリスのジンクス、 Something Borrowed、 何か借りたものがここでも生かされたということでしょうか。ちなみに結婚式で直明が巻いていたネクタイは直道お兄ちゃんがつけていたものです。もしかするとモーニングもそうなのかもしれませんね。着物にするかドレスにするか迷っていたレミさんだけど、結局両方着たみたいですね。直春が言っていたように、智子がドーンとお金を出してくれたんでしょう。こういう細かいところも直明が智子に恩を返したいと思う伏線になっていますよね。花江ちゃんのベールが愛と幸せのシンボルみたいに受け継がれているのが素敵ですよね。虎に翼は社会問題に切り込むシリアスな部分が目立つけど、このベールとか智子が米さんに送った一輪の花とか、少女漫画的なリリカルさが両立しててすごく好きです。今作は特に名前に大きな意味を持たせている作品ですよね。その意味が今週になってこんなにもリアルに描かれるとは思いませんでした。これまで仕込まれてきた無数の糸が徐々に紡がれていくような感覚。放送開始からおよそ5ヶ月ですが、第1話からもう一度見返したいとこんなに強く感じる朝ドラは初めてかもしれません。とどろき&女子部大集合スペシャル、もう感情が爆発してしまいました。あの日浜辺で誓った再会、それが叶うことはないだろうと諦めていたはずのひゃんちゃん、放送会から退いた久保田先輩と中山先輩、家族制度に振り回された涼子様と車椅子のたまちゃん、みんなが笑顔で集合しましたよ。ちょっと恥ずかしそうな米さんと笑顔満点の轟、直前に棒読みになる梅子さんも最高でした。あー、早く明日になってくれ。お願いします NHK さん、涼子様やひゃんちゃん、久保田先輩たちがここに集まるまでの過程をドラマ化してください。直明の発案でみんなが心を一つにするところ、ひゃんちゃんとみんなの涙の再会、誰よりも号泣する中山先輩、法廷劇をする必要があるのかとごねる米さん、全部見たい。朝ドラが大好きなあなたのための朝ドラ大好きチャンネル、ぜひ皆様の感想もコメントしてくださいね。誰かと朝ドラの話がしたいけれど周りで見ている人がいないという方も多くいらっしゃいますよね。ぜひこの動画のコメント欄で朝ドラについて語り合っていただければと思います。僕もすべて読ませていただきますね。お待ちしています。そしてこの動画を少しでもいいなと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。